どうも明神です。4月の29日月曜日です。まあ今三宮におるんですけど、まあ、ゴールデンウィーク中なんで、ね、人もかなり多いです。今日食べたいお店があるんですよ。まあ一風堂、なんかふとね一風堂行ってみたいなと思ったんで、まあちょっと三宮にあるんですよ。でとりあえず今から一風堂行くでしょ。でその後はいつも通りね三宮ぶらつこうかなと思います。お腹も空いたんでね、今から一風堂行ってきます。はい、バリカタ麺でございます。ご注文以上でよろしいでしょうか。提供いきます。ごきどうぞ。お待たせしました。また買いに行かな。今ねラーメン食べてきました。いやー一風堂ね懐かしい味でしたね。白豚骨やったかな。まあ無難なやつにしたんですけど、今回はねあの餃子もセットで注文しました。いやー餃子もうまかったっすね。1時半に行ったんですけど、もうだいぶ人いましたよね。もっと近所にあればねもっと行ってるんですけど、まあでもね久しぶりに一風堂行けて、まあ今日は良かったっすわ。まあ何かしらどっか寄ろっかな。まあとりあえずブラブラしようかなと思います。はい、見えた。
はい、今スタバでねいつも通りコーヒー飲んでました。で外の方がねもうかなり雨が本降りになってきましたね。まあでもね、行きたいところは行きたんでね、もう今日はこれでええかな。まあ金曜日からねまた休みなんで、金曜日か土曜日ねちょっと遠出しようかなと思います。京都か岡山行こうかなと思ってますわ。まあせっかくゴールデンウィークやしね、普段行けないようなところ行こうかなと思います。撮影もこれで終わりますわ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。ではさよなら、バイバイ。